阿部学 FM。 よっ、イエーイ。時刻は22時になりました。なりました。本日も始まります。はい、それでは一緒にタイトルコールいきましょう。いきましょう。はい、せーの、阿部学 FM。どうも、始まりました。イエーイ。本日も阿部学 FM をよろしくお願いします。お願いします。はい、ということで、この番組は毎回ボーイ系ボーカリストの阿部学さんに関係の深いゲスト様をお呼びし、楽しいトークを繰り広げ、笑いあり音楽ありの50分間のトーク番組となっております。なってます。はい、はい、そして本日もお送りするスタジオは、検温消毒などの対策をし、トレールフレッシュというこちらですね、見えますかね、はい、このようなオゾンを発生する、はい、あ、これです。見えてますかね。あ、これですね。これ本体です。はい、オゾンを発生する、このトレールフレッシュというものを設置して、ウイルス対策をしながら、本日もお送りさせていただきたいなと思うので、よろしくお願いします。はい、オゾンが出てるね。そうですよね。はい。はいはい、ということで、本日のメインパーソナリティを務めさせていただきます。うん、水着でラジオする噂の人、踊るグラドル福永梨沙です。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。第3週よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、そして本日アシスタントを務めさせていただきます。うん、じゃじゃん。はい、ジュナです。よろしくお願いします。イエーイ。はい、福永梨沙率いる、ダンスボーカルユニット 5% バミューダのメインボーカルで活動させていただいてます。今日もお呼びいただきまして、うん、ありがとうございます。2回目。はい、2回目です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。イエーイ。はい、ということで、じゃあ、はい、ジュナピ、今日はよろしくお願いします。よろしく。はい、以上のメンバーで。いやいやいや、大事な人を呼んでます。はい、ということでね、うん、まあ、本日、管理人として、ずる、はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ボーイ系ボーカリスト阿部学です。よろしくお願いします。今日はなんかね、マイクがちょっといつもよりね近いから感度がビンビンきますね。そうですね。いや、別にいいんだけどね。はい、まあ、これぐらいでもね。まあ、じゃあ今日も阿部学さんには管理の方を管理の方を、はい、あんまり管理してないですけどなんか、ね、ただ座ってるだけでね、余計なことばっかり言ってますけどね。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、じゃあそれではね、まず、初めてご視聴いただく方も多いと思いますので、うん、私も自己紹介をさせていただきたいと思います。はい、はい、私はトリゴヤズーリューフェムさんでは水着でラジオする噂の人として水着で唯一一人だけらしいんですが、そう、唯一ですよ。はい、水着でラジオをさせていただいております。福永梨沙です。よろしくお願いします。はい、はい、私は、普段は、ダンサーとして今まで活動していて、うん、これまでにま、TRF さんを含め東方神起さんとか、三浦大知さん、トリプル A さん、ドリームズカムトゥルーさんなどさまざまなアーティストの、バックダンサーを、してきてたんですけど、うん、サムさん、チャールさん、エツさんに TRF さんに小学生の時から、うん、ダンサーとして育てていただき、主にダンスの活動をずっとしてたんですが、今は、いろいろ活動の幅を広げて、グラビアアイドル、女優業とか、うん、あとはライブで活動なんかいろいろこうしてまして、その中で、今アシスタントで今日入ってくださってるジュナと、あともう一人、変顔17歳娘がいまして、はい、その3人で5% バミューダというダンスボーカルユニットを結成して今ライブ活動を中心に活動してます、うん、はいはい、なのでね、今日初めて見てくださった方も、ぜひこの鳥越あずり FM さん、そして阿部学 FM を盛り上げようということで、うん、こちらにこうハッシュタグを用意してまして、こっちですね、はい、私のツイッターからもハッシュタグコピーできるので、うん、ぜひ福永梨沙で検索してちょっとコピーしていただきたいんですが、うん、今日の放送中の、スクショを撮ってくれて、そのハッシュタグを載せてツイートしてくれた方に、私から今日の衣装この水着でありがとうっていう感謝の気持ちを込めて
名前入りの写メをプレゼントしたいなと思いますので、衣装っていうか衣装プレゼントするのかと思って、衣装じゃないです、写メです、それはやばい、ね、はい、なのでちょっと一緒に番組を盛り上げていただけたら嬉しいなと思います、ね、よろしくお願いします。はい、ということで、では早速、まずは阿部岳さんの曲を聴いていただきたいと思います。ありがとうございます、いつもいつも、はい、はい、それでは聴いてください。阿部岳さんの曲でエピローグです、どうぞ。
それでは本日のゲストさんの紹介をさせていただきます。コメディアンであり俳優でも活動されている鳩場俊さんです。イエーイ、鳩場俊です。どうもおひょひょひょ。今日はちょっとだいぶちょっといやパンチ強いですね。かなり癖の強い方をちょっと私が呼んでしまいましたので、皆さん覚悟の上で、はい、もう楽しくなりそうな、うん、もう最初から突っ走ってますけどね、はいはい、ということで、どうも浅草演芸場から来ちゃいましたじゃあ、はいはい、早速ですが鳩場さん、なんかこう自己紹介とかをぜひお願いします。そうですね、はい、私ね丹波哲郎のところにね属してまして、それでね、はい、そこからですね、どういうわけかコメディアンになっちゃいましてですね、でもね映画出たりね、テレビ出たりね、侍でね人切ったら切られちゃったりとかしてですね、でちょっとここのところが爆発しますからって言って目の前で爆発したら大爆発になって、でちょんまげも全部飛んでっちゃってね、許してちょんまげじゃ済まないぞって感じですね、もう切られちゃってね、もう何回言いました親父が、もう何回言いました、パンチ強いっすね、ね、カウントしとけばよかった、野鳥の会みたいなこうね、いやもう今からもう皆さん見てる皆さん何回親父ギャグが連発していくかちょっと数えた方がいい、正解したらこの CD プレゼント、うん、カウントダウン TV リスペクラーすごいですね、いやおいおいこれぐらいと思いました。いやでも鳩場さん結構なんかこうお調べさせていただいたところ、すごいんですよ、ちゃんと調べてくるんですよ、偉いっすよね本当に前科とかですか、前科前科調べるんだろうなんかすごい高校卒業後に、うん、丹波道場に入り、そうそうそう、まあ、さっき言ってたやつです、はい、ですアクションとかこういろいろやられてる、ええ、らしいんですが、ええ、今はメインでやられてるのはどういう活動になるんですか、うん、そうですね、出所しましてですね、あ、間違えました、間違えました、前科前科ね、大丈夫、だいぶ12月25日もそういう方がいましたね、だいぶ構成しましてですねなんてね、もう前科は1回もないですよ、ね、よかったよかった、どういう活動をしてるかと言いますとね、うん、まあ去年青の生徒会参るというね、全国放映の、うん、でかい映画に出させてもらってるね、そこではちょっといい役をさせて、どんな役だったんですか、バクト役ですね、バクト役、バクトバクトバクトバクチウチの役でですね、かっこいい、どんな衣装だったんですか、その時はですねやっぱりね金持ちのねきらびやかな衣装なんですね、はい、キンキラキンですか、キンキラキンので、はい、似合いそうですね、ありがとうございます、似合いそう、渋谷でもね公開させてもらったりですね、うん、すごい、うん、全国になります、うん、で TSUTAYA とか今、うん、レンタルね、あ、はい、されてるんですね、そ、それだとはネットでも買います、おー、はい、ちなみに皆さんぜひね、青の生徒会マイル、青の生徒会マイル、そうですね、おー、ぜひちょっと皆さんチェックしてください、はい、チェックしてください、ね、はい、うん、そして、はい、モノマネもやられてるということなんですけど、ね、なんか結構いろんな、うん、芸能人の方のモノマネがさっきもビートたけしさん出てましたね、はい、ちょっと気になるなっていうところをちょっと私の勝手なピックアップでいいですか、全然いいです、マツコデラックスさんとかマツコさんのマツコさんですか、どういうモノマネになるんだろうっていう、マツコさんにぶっ飛ばされそうですけど、ね、いいですよ、ほらね昔ねディスコで踊ってた人たちがね、今何やってるかしらって言ったら、まだマハラジャで踊ってるのねーなんて。マハラジャね。はい、まあ、確かに怒られるかもしれない。怒られますね。ディスってはいないけど、見てないだけです。すいませんですね、じゃあ次。福山雅治さん。あ、福山さん。いきなり2枚目。いきなりですか。ちゅーにーちゃんがな、今日な、ラジオに出るからな、うん、みんな聞いてくれよな。あ、これのが似てるかもしれないね。これのが似てるかもしれない。ちゅーにーちゃん。どうもありがとうございます。マツコさん聞いた時はちょっと心配になったから、ね。そうですね。大丈夫かな、うん、ごめんなさいね、ちょっと、ね。次行っていいですか、じゃあ、はい、桑田佳祐さん。桑田佳祐、どうもありがとう。今日はね、アズーリー。もう結構です。大丈夫です。大丈夫です。じゃあ次行きましょう。所ジョージさん。あ、ジョージさんね。すごいですね。今日は乗ってたったら、アズーリーフェムに来てますよ。あ、これはもう、一番これこれはうまい。これはもう、ありがとうございます。じゃあもう、じゃあ最後のモノマネしびっくりは、丹波哲郎さんで。おじゃあ、うちの師匠でした。丹波哲郎。いきます。我々 G メンは、香港麻薬コネクションの秘密に全力を尽くさなきゃいけない。立花、すぐ香港へ飛べ。
はい、二人とも知ってる？あの存じ上げてます。存じ上げてます。まあ確かにね、大物ですから。似てるかどうかって言ったら、うん、それはノーコメント。これがちょっとこれがな、まあ死んでしまったんだよ。ちょっとかすってるかなぐらいの感じかな。ライブアップなんか大映画から私たちも見てってくれますわね。いやキャラ濃いですね。なんか私この安倍学 FM を安倍学さんと一緒にこう担当させていただいて、いろんなゲストさん会ってるんですけど、うん、はい、一番ちょっとインパクトが、うん、でかいかもしれないです。嬉しゅーべーだからもう最初からちょっとびっくりしないように、福永サイドにはね、ちょっと濃いから気をつけてね、うまく回してねっていう。やっと意味が分かりました。かった、はい、だいぶカットしてくれてくれ。いや、生だって。そうなんです、今日は。まあ、でも、面白い目標が、なんか、あって、目標。あれですよね。今55歳なんですよね。なんで知ってるんですか。いやもう調べてるんで。どうなんですか。はい、調べてますね。めちゃめちゃ調べてる。ゴーひろみ。はい、あ、ということで、もうそろそろじゃ。ありがとうございました。はい、まあでも、なんか55歳で、キャッチフレーズが元気なおじさんっていう、そうです、元気なおじさんです、はい、まあ、確かに本当に元気だなと思ったんですけど、田代まさしく55歳になって55で、今年56歳で、はいはい、なのでゴロゴロしないことっていう目標が、ね、ゴロゴロしないことですね。まあ、それはどういうふうに拾ってないんですか。コロナなんで ね、やっぱり家でゴロゴロしててもしょうがないからね。体動かしたり、今は、まあ、ギターをまた15年ぶりにギターをやり始めて、そう、家の中で今なんかねやりだす人多いでしょう、ね、そうですよね、確かにね、はい、でも自分の年齢でこう親父ギャグを交えた目標というか、うん、もうなんかすごいですね。生粋の芸人気質って感じが。もう面白いなと思って夢の中で、それでまた起きちゃいますね。なんかその辺の居酒屋のなんかおっさんの会話みたいな。すいませんね、ちょっと浅草から近いもんですよね。もうさっき飲んできたんじゃないかなっていう。大丈夫ですか、今日酔っ払ってます。大丈夫ですか。飲もうかなと思ったんですけどね、ディステリン飲んじゃいましたね、くっくんってね。大丈夫ですよ、ちゃんと車で来られてます。あー、なるほどね。だからお酒飲めないです。え、そうです。大丈夫。飲みながら来ました。嘘です。それアウトです。前回。それこそ前回。いやでもここまで結構インパクトある方ってあんまりないじゃないですか。安倍勝さんはこうどういうつながりなんですか。これは多分安倍さん会ですかね。そうですよね。そうですね。安倍さんから最初だと思います。ね、社長も、ね、まあ芸能界の、うん、まあちょっと飲み会とか交流会みたいなところで一緒になったみたいな。ああ、なるほど。でその安倍さん会って飲み会、俺がちょっとまあ幹事じゃないですけど、はいはいはい、まあ、ちょっとそういう主催側の方にいるんで、うんうん、まあこう参加される方とはみんなこう仲良くなっちゃう。うん、で割とこうあずりさんは安倍さん会関係の人はね、まあちょこちょこ。ああ、そうなんですね。来てますね。ほうほうほう。まあでもまあ私もちょっともう初っ端から結構ボーっていう感じで、はい、ちょっと涙目です。なぜ興奮気味で。ちょっとすごいインパクトを受けてますが、すごいおじさん来ちゃったみたいな、ね、はい、まあまあそんなね、もうとてももう初っ端から面白い、俺よりすごいらしいです、はい、鳩場さん、はい、鳩場さんをお迎えして、いい、はい、じゃあ続いてのコーナーに行きたいと思うんですが、うん、なんと、うん、続いてのコーナーは、うん、新コーナーです。イエーイ、新コーナー来ましたね。その名も踊るグラドルとダンシングぴょんぴょん、ぴょんぴょん、ダサくないです。はい、はい、まあ、簡単に説明しますと、私が普段ダンサーとして活動しているんですが、うん、まあ、今日は簡単な振り付けをするので、うん、それを安倍学さんと、あとゲストの鳩場さんに踊ってもらおうというコーナーです。イエーイ、ちょっと絵が悪くてすいませんって感じなんですけど。まあ、ということなんで、はい、まあ、今日、30秒ほどの約30秒ぐらいの曲を用意してきたので、うん、それをまず私がどんなものかっていうのを、まず踊ります。30秒って長いよね。いや、何気に大丈夫です。大丈夫ですか、はい、で踊るのでプロも大丈夫です。一番手なんないからね。はい、まあ、それで、その後に、簡単にこう振り写しをお二人にさせていただくので、うん、まあ、それはこの配信をこの見てる皆さんもぜひ画面越しで一緒に踊ってくれたら、はい、アリピョン先生の、危ない人だ、アリピョン先生のレクチャーが受けられちゃうので、はい、ということで、じゃあ早速行ってみたいなと思うんですが、はいはい、まあ、どうやってやるんでしょう。じゃあ一回ちょっと皆さん立っていただいて、立つんですね、はい、そうですね、はい、じゃあ、私がまず、うん、お手本を見せるので、うん、一回ちょっと
私のオンステージにしていただいてもいいですか。ああ、じゃあ俺らはね。はい。そして、ジュナちゃんは、歌っていただきたいのですが、はい、どのマイクを使いますか。はい、こちらでお願いします。かしこまりました。はい、ということで、まあ、この企画は、初めての企画なので、どんな感じになるかっていうのが、ちょっと私も読めてないんですが、うん、手探り状態、ね。はい、手探り状態なんですが、はい、まず、いそうどかします。はい、でも、皆さんにちょっと楽しんでいただけるように、ちょっとやっていきたいと思いますので、じゃあ、それでは、ジュナちゃん、歌ってもらっていいですか。ちょっと予想したより、この距離でいけるかな。ちょっとびっくり。はい、じゃあ、まずお手本を私が見せますので、いきます。盛り上がっていくぞー3, 2, 1 I got a feeling 突き抜けてく街が目覚ますから朝焼けに口づけてる波も抱きしめてる Easy to dance Easy to dance 踊る君を見てる Easy to dance Easy to dance君だけを見ている。無理です。いや大丈夫です。無理です。はい、ということでじゃあ早速振り打ちをしていきたいと思うんですが、はい、じゃあちょっと阿部岳さんと鳩場さんはこちらに来ていただいて、はい、はいはい、じゃあ行きますね。変な企画振るんじゃなかったな。全然わかんないじゃん、はい、じゃあこれはぜひ見てる皆さんも、うん、一緒に覚えてください。いきますね、はいはい、まず手を刺します。刺してパンチ、うん、パンチ刺して刺してパンチ刺してパンチトン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 、はい、これを4回やります。ワンツースリーフォーファイシックスセブンエイト。なんか老人ホームの健康観光みたいな。そしたら走ります。左足を軸にトン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 走る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 軸にするってどういうの。左足が踏み込んで右足が上がってる状態です、はい、で右手が前に走る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 、はい、いやこれさえもきついよ。じゃあいきますね。こっからせーのパンチドン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 走る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 。来たらキックします。ちょっと画面では見にくいんですが、うん、キックしたら右足をキックします、うん、そしたらしゃがんでドン開く、うん、はい、キックしたらしゃがんでドン、そしたら右足に揃えます。右左バッカー。最初のやつ忘れてるよね。頑張って、うん、はい、じゃあちょっとおさらいしましょう、はい、せーのパンチドンパンチドンパンチドン、次走る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 キックしゃがんでパードンドン、はい、そしたら右手でパンチをします、うん、下にトン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 、はい、これをワンツースリーフォーファイシックスセブンエイワンツースリーフォーファイシックスセブンエイツーエイトします。はい、片っぽだけで、はい、片っぽだけでします。そしたらその後イージーズダンスフーっていうところなんで、そこは阿部岳さんは阿部岳さんらしく、鳩場さんは鳩場さんらしく個性を出してフリースタイルで、はい、踊っちゃってください。フリーです、はい、ほぼサビフリーです。、はい、ということでじゃあちょっとおさらいしますね。もう一回いきますよ。せーのパンチドン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 、走る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 キックしゃがんでパートントン、それわかんない、はい、でトン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 、ずっとこれです。トントン、ずっとこれ。トン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 、そしたらその後のイージーズダンスフーのところは、うん、もう好きなように踊ってください。はい、じゃあ一回ね、音でやってみましょうか。早いよ、はい、じゃあミュージックお願いします。ミュージックスタート。はい、怖がらずに踊ってこー。
代表して私福永ありさが、うん、阿部岳さんと波止場さんのダンスを、評価させていただきます、うんうん、はい、で私の、ハートを掴んだダンスをしてくれた方が優勝ということで、はいはい、なので、まあ、ダンスっていうのはやっぱりあの何もこう怖がらずに自分を出し切った方が、なるほどね、あの見てるお客さんに伝わるので、ぜひちょっと視聴者の皆さんのハートをわしづかみしてください、ガシ、はい、ということで、じゃあ阿部岳さんから行ってみましょうかね。いや楽しみだ、はい、それではじゃあ阿部岳さんから行ってみましょう。せいせい。それでは阿部岳さんのイージーズダンスですどうぞ。ちょっとワンツーしてちょうだい、どっから始まるかわかんないな。阿部岳さん行きます。スリーツーワンゴー。I got a feeling 突き抜けてく、街が目覚まってくれよ。分かんないな、違う、朝焼けに突き抜けてる、何も抱きしめてる、無理です。 Easy to dance Easy to dance、 踊る君を見てる、 Easy to dance Easy to dance、 阿部岳だけ見ている。もう夏から全然忘れちゃいました。はい、それでは波止場さん続いていってみましょう。波止場さんでイージーズダンスです、どうぞ。盛り上がっていくぞ。はい、3、2、1、ゴー。 I got a feeling 抜けてく、完全に無視じゃないか。座っちゃっていいですか、これ。はい、どうぞ座ってください。はい、じゃあそれでは、判定の方を行かせていただきたいと思います。はい、空気読んでね。いや空気読んで。どっちに空気読むか分かんないけど、ね。はい、じゃあそれでは、判定をしたいと思います。じゃか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 。あ、すごい、ロール音が。優勝は、波止場俊さん。イエイ。やっぱこのキャラには勝てない、ね、パンチですか、このパンチですか。いやもう前半の振り付けとか全く無視だった全く無視だったでも、そうなんです、なんかこう伝えたい気持ちが伝わってきました、うん、ありがとうございます。そんなドヤ顔で見られても、はい、まあでもね、なんかすごい個性がこう伝わってきたんで、うん、このダンスを見て、波止場さんってどんな方なのかなって多分皆さん分かったと思います。分かったと思います、はいはい、なのでね、ちょっと、ね、はい、素晴らしいダンスありがとうございました。ありがとうございます、どうも失礼しました。でも何やらしても適当にこなす人なんですね。いやー、ね、面白いですね。俺も実はね、詳細はあんまり知らないんですよ、そのタレント活動の細かい詳細は知らないんですよ。大体こうタレントとかそういうコメディアンっぽいことをやってるのは知ってるんですけど、うんうん、そうなんですよね、細かいその芸歴は俺も知らないんで、尊敬する人、高田純次さんですからね。あー、もうなんとなくわかりました。わ、うん、かりました。いやでも本当になんか面白かったです、ありがとうございます。面白かったです、はい、はい、ということで、まあ、こんな感じで、まあ面白くないとね、はい、やってみました。はい、どうでしたか皆さん。はい、ということで、はい、続いて、次のコーナーに行きたいと思うんですが、うん、はい、
続いては、まあ、音楽番組なのでね、はい、あのまあ、このコーナーに行ってみたいと思います。はい、はい、じゃあまず、うん、歌のコーナーなんですが、うん、来ました、これぞ音楽番組です。はい、うん、じゃあまずは、私福永ありさと、うん、今日アシスタントを務めているジュナが、はい、一緒に活動している 5% バミューダというダンスボーカルユニットの、うん、楽曲を皆さんに聴いてもらいたいなと思うんですが、こちらのねハッシュタグをぜひ使って、ツイートしてくださると、先ほども言いましたが、シャメがねあのお名前を書いて皆さんにプレゼントしたいなと思うので、うん、ぜひライブを楽しみながらスクショとかも撮って、一緒に盛り上がっていただけたら嬉しいなと思います。はい、はい、ということで、はい、はい、ではですね続いてハットバさんも歌っていただけるっていうことなんですけど、うん、はい、シュピリースおい、はい、はい、という曲に、そうですね、うん、はい、ご紹介をちょっといただければ、はい、楽曲の、ですね、あの丹波時代ですね、非常に貧乏だったんですよ、うんうんうん、それなんでね、もう冬の寒いねボロいアパートのところでですね、うんうん、もうねハーレとかね、うん、もう 50cc のね、スーパーカブ乗ってて、うん、それでいろいろ移動したんですよね、うん、ロケ地とかね、それなんでねやっぱりハーレ乗りたいなと思ってね、うん、憧れみたいな感じでですね、はいはいはい、で作った曲なんですよ、ね、なるほど、はい、バイク乗りの曲っていう感じですね。そうですね、うん、はい、はい、それを MV 撮ってきましたんで、うん、あ、MV ですね、はい、自作だそうです。そうです、そうです、すごい、はい、じゃあそしたらね、じゃあ鳩羽さんのね曲もね楽しみですね、楽しみですね曲名は何て言うんでしたっけ。はい、サンシャインビーチ。サンシャインビーチです。いかにもこうバブリーな名前ですね。ビーチ。はい、はい、じゃあ、はい、そして、はい、でその後、そうしましたら、うん、続けて阿部岳さんの曲も泣かせていただきます。管理人の曲も採用してください、はい、はい、そうしましたら、福永ありさが務める、グループ 5% バミューダで、うん、さっきも踊りました Easy Do Dance と、うん、あと鳩羽さんの曲の、うん、ハネさん、はい、サンシャインビーチ、サンシャインビーチ、そして阿部岳さんのリフレイン、リフレインです。3曲続けてお送りします、どうぞ。I'm not afraid to die.
ございました。3曲聴いていただきました。皆さんどうでしたでしょうか。はい、ということで、もうあっという間にエンディングのお時間となってしまいました。早いですね、今日も。早いね、あっという間だ。ということでね、じゃあ、まあ告知なんかがあればぜひあのしていただきたいなと思うんですが、うん、じゃあまず鳩羽さん。はい。はい。昨年ですね、ちょっと、まあ、あの有名人が出る、今第一線でブレイクしてます若手俳優がですね出る映画にちょっとまあまあの役でちょっと出させてもらったんですけど、その時のエピソードなんですけどね、言えるところまでで大丈夫ですか、はいはいはい、まあちょっとねあの気合い入れて言えすぎちゃって監督にね、お前の演技は 200% なんだよ、お前が主役じゃないんだから、あ、なるほどね、出すぎるなと、パンチが強すぎて、ね、出すぎるなと、うん、じゃあ今日の番組と一緒って感じ多いですよね今日は 200% でしたかねもうそうですね、やっぱり 200% ですね、あ、言っちゃいましたか、言っちゃいましたか、その映画がすごいんですよ、もうエキストラとかもいっぱい使っててね、はい、でパッてエキストラ動くじゃないですか、うん、で自分がやり直すたびにまたエキストラがまた元々戻ってね、エキストラ疲れちゃって、うん、何回やりそうなって感じだったんですけど、まあなんとか取り終わってですね、はい、まあ、ネクスト公開のですね、楽しみにしてください、ね、はい、またね、はい、告知させていただきますんでですね、その公開されて、はい、オフィシャルでこう告知ができるってなった場合は、うん、鳩羽さんの、うん、何かをこうチェックすれば、まあ、そうですね、 Facebook もやってますし、あと多分 CM に出ると思うんですよね、自分がね、お、自分の CM でですね、本当ですか、すごいですね、 Facebook の CM ですね、あ、Facebook なるほどね、はい、はい、まあ本当に有名なね、日本を代表する、いやでも楽しみです、美少年が主役なんで、ね、あー鳩羽さんだみたいな指差しそうだよね、うわー出た出たみたいな、いるいるみたいな、お前が主役じゃないんだよ、これが 200% ね、はい、どうしよう 300% ですよ、ね、まああとハーレのねイベントでもね司会をね去年ね秋田さんが出てもらって、ね、ってやるわけだったんですけれど、秩父ミーティングってやつでですね、春一発目のね、はい、関東一でかい、それもねちょっとコロナで中止になっちゃったので、またそれもね、再開したらね、しょうがないですよ、はい、やりたいですね、はい、はい、じゃあ、まあそんな感じでぜひ、鳩羽さんチェックしてみてください、うん、ありがとうございました、はい、じゃあそしたらね、じゃあ次は私たちが、告知をさせていただきたいなと思うんですが、本日、映像でも流させていただいた 5% バミューダというダンスボーカルユニットで福永ありさ、ジュナ、そして、本日は、いないんですが、バムシュガーというメンバーで、3人で活動しています、はい、はい、いろいろねやってましてね、はい、SNS 結構やってまして、 Twitter ですとか、あとは YouTube で踊ってみた歌ってみたの動画ですとか、うん、あとインスタ、あとはホームページもちゃんと作ってあるんで、よかったらチェックしてみてください、福永ありさ、あとはジュナとか 5% バミューダって調べればすぐ出てくると思うんで、チェックしてみてください、はい、そして私たちは、今こういう大変な時期なんですが、うん、積極的にライブ活動をやらせていただいておりまして、頑張ってますよ、はい、まあ結構ねライブハウスとかもやっぱりコロナの影響で潰れてってしまうライブハウスとかもたくさんある中で、そうだね、まあ、私たちも何かこう、いろいろパフォーマンスとかこのライブとかを通して、うん、見ているお客さんもそうだし、うん、少しでもライブハウスの皆さんのお力になれればなと思い、うん、まあコロナのねこう感染を気をつけながら、たくさんこう、うん、パフォーマンスを一生懸命毎回全力で取り組ませていただいておりますので、うん、はい、ぜひ、まあ、私たちは生のパフォーマンスを売りにしているので、うん、はい、ぜひ一度ねライブに足を運んでいただけたら嬉しいなと思っております、よろしくお願いします、はい、あー写真、写真だ、ありがとうございますそうですね、これ公式ホームページのやつですね、はい、ちょっといろいろぜひチェックしていただけたら嬉しいなと思います、よろしくお願いします、気が利いてるね、いえいえいえ、はい、ということで、じゃあ最後に阿部岳さんの告知なんか、はい、私ですね、まあちょっとね、やっぱりこういう世の中なんで、さっきの話と一緒で、まあやっぱり自分がこう出ていくね、出る場所ってのはすごく限られてきちゃってるんですけど、まあ主催をメインにやりながら、まあちょっとゲスト出演みたいなのもちょっといただいたりはしてるんで、まあそういうのをちょっとずつ対応していきながらですね、で今ちょっとFM の方も今こうやってやらせてもらってるんですけど、 YouTube の方も阿部岳 TV っていうの、ね、うんうん、FM じゃなくて阿部岳 TV っていうのもやらせてもらって、はい、今もそこで撮ってるんですけど、うん、ね、イエーイ、オフトーク割とこれを使ってもらってね、別のまたちょっとコンテンツでちょっとやらせてもらって、そうですね、オフィシャルとはね、結構面白いですよね、そうそう、だからそれでちょっとそっちも割と力を入れてるんで、はい、まあそっちはちょっと力入れるついでに、ちょっとこの CD をですね、阿部岳 TV の方に
なんかどっかのコンテンツにね書き込みとかしてくれたり登録チャンネル登録してくれたらプレゼントいたします。おお、ぜひ、欲しい方はですね、それはすごい、アベガク TV の方になんかチャンネル登録と、うん、あと書き込み、うん、よろしくお願いいたしますと。いう感じですね。はい、え、これ私が書き込んでもあのもらえるんですか。もらえますよ。書き込む、書き込む。チャンネル登録と書き込みです、はい、ダブルでよろしくお願いします、はい、あのそのアベガク TV の方にはこの、うん、トークのこの裏のこう、そうそうそう、ところとかも出てて、うん、結構あの、まあ、私があの前回100ポイントもらったので気になる方ポイントって何だって気になる方そうマイクがねオフになってるね、あのオフィシャルでは流れない部分のね、うん、あの非公開のトークが見られますので、うん、ぜひお楽しみ、はい、やっぱね、裏側って皆さん気になると思うんで、そう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 ぜひちょっと皆さん注目して見てください。 あと阿部学さんはあのうん、アメブロもやってらっしゃるので、そうですね、アメブロ、ツイッター、ね、フェイスブック、まあ、あとインスタ、この辺は一通りやってますので、はい、TikTok あんまりやってないんですけど、ちょっとずつやろうかな、一応あるんですね、TikTok ちょっとだけやり始めてるという感じなんで、ちょっとずつちょっとね、おじさんも頑張って若者に出てきたりもう TikTok も古いって言われてますけど、ね、やろうと思ったら古いみたいな、そんな感じになってますけど、はい、ということで、じゃあまあ、それぞれ SNS の方とかを今日の番組見てくださった方はぜひチェックしていただけたら嬉しいなと思います。よろしくお願いします。お願いします。はい、ということで本日のゲストは鳩羽しゅんさん、ありがとうございました。どうもありがとうございました。はい、シュウペイです。そしてアシスタントはジュナ、はい、ジュナ、ありがとうございました。はい、そして管理人の阿部学さん、はい、ありがとうございました。そして、本日のメインパーソナリティを務めさせていただきました福永ありさでした。はい、ということで阿部学 FM は、来週の火曜日も、10時からありますので、はい、ぜひ皆さんチェックしていただけたら嬉しいなと思います。はい、はい、ということで本日もご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。また来週会いましょう。